ただいま紹介いただきました東京都水道局議官の田村でございます、えー、本日はこのように非常に大勢の方々の前で発表できること非常に嬉しく思っております、えー、私からはここにありますように巨大都市東京における水道システムの管理について説明をいたしますまず本日の内容でございますがまず最初に東京水道の概要について簡単に 説明をいたしますその次にこれまで東京水道が水の量と質素を確保してきた歴史について振り返ります最後に強靭で持続可能な水道に向けての今後の主な施策を紹介いたしますそれではまず初めに東京水道の概要でございます東京水道は 1898年に供用開始いたしましたので、え今年は120年目という節目の年にあたります。東京の人口は1300万人を超えておりまして、巨大な都市でございます。で、その1日平均の排水量は約420万トン、最大の排水量は、 約450万トンにも及んでおります。また、排水管の延長は約2万7000キロメートルと、地球の約3分の2周にも相当いたします。このように東京水道は世界でも有数の規模を有しております。次にこれまで水量と水質を確保してきた歴史について、 ここにあります3つの視点から振り返ってみたいと思いますまず1つ目の水の需要の増加への対応でございますこのグラフは赤い線が東京水道の給水人口青い線が水道需要でございます1日あたりの最大排水量水色が浄水施設能力の推移を表したものでございます 青い線の1日最大排水量は1950年代から1970年代にかけてのいわゆる高度経済成長期に急激に増加をいたしましたそしてこのような水道需要の急激な増加に対応するために水源の確保と施設の整備を急速に進めてまいりました こちらは水源施設でありますダムと主要な浄水場を示した図でございます図で赤く示したものですがこれは高度経済成長期に入った1960年以降に建設されたダムと浄水場でございます浄水場は古くから東京都内を流れております多摩川を まあ古くから主な水源としてきておりましてその上流には水道専用のダムとしては国内最大規模の小河内ダムがございますその後水道需要の増加に対応するために国が利根川や荒川に新たに建設したダムに水源を求めましたその結果現在では円グラフにありますように 約8割が利根川・荒川水系そして約2割が多摩川水系となっておりますまたこれらの水源開発に対応して浄水場などの膨大な水道施設を集中的に整備をいたしました次に2つ目の漏水防止の取り組みについて説明をいたしますこちらの図は漏水率の推移でございます えー、戦争による被害の復旧が一段落をしました1950年頃でも、えー、30%以上ありましたが、えー、現在では約3%にまで低減をしてきております、えー、貴重な水資源を有効に活用するためには、えー、この漏水率を減少させることが大変重要でございます、えー、このため、えー、写真にありますように 地下の漏水を発見してその修理をする地道な作業を継続してまいりましたまた排水管や給水管の材質を改善してきたことによって大変大きな成果が得られました左の図のように排水管につきましては破損しやすい老朽化した中鉄管を ダクタイル鋳鉄管へ順次取り替えてまいりましたこのダクタイル鋳鉄管には腐食から防護をするためにポリエチレンスリープで被覆をしておりますまた右のように給水管につきましては漏水しやすい鉛管から腐食しにくく耐震性の高いステンレス製の給水管に順次取り替えてまいりました このグラフは紫色の線が排水管のダクタイル化率それから青い線が給水管のステンレス化率を表しておりますいずれも現在ではほぼ100%となっております右肩下がりの赤い線でございますがこれが漏水率でございます 排水管の濁体入り化と給水管のステンレス化が進むとともに減少していることが読み取れますこのように管の材質の向上が漏水の低減のために大変有効でございました次に3つ目の水質改善の取り組みについて説明をいたします東京では都市化や人口増加に伴って 1965年頃から河川の水質が悪化してまいりましたそして河川での藻類の増殖によりまして水道水からカビ臭が発生いたしました棒グラフにありますように1978年には東京東部の金町浄水場の給水区域におきまして年間1000件近い カビ臭の苦情が寄せられたこともございましたしかし高度浄水処理導入以降苦情はなくなっておりますこれは東京水道が導入している高度浄水処理でございます従来の沈殿ろ過処理に加えましてオゾン処理と生物活性炭吸着処理等を追加しております この高度浄水処理ではまずカビ臭の原因となります物質などをオゾンの強力な酸化力で分解をしますそしてそれらを活性炭の吸着作用と活性炭に繁殖した微生物の分解作用で処理をいたします1989年よりこのような高度浄水処理の導入を順次進めてまいりまして 5年前の2013年にはカビ臭が問題となっておりました浄水場すべてに導入を終えましたそして最近ではイベントなどで水道水とミネラルウォーターとの飲み比べも実施しておりますが水道水がおいしいという方が約半分ございましてミネラルウォーターと比べても遜色がない結果となっております これまで東京水道の歴史を振り返ってまいりましたがここからは強靭で持続可能な水道へ向けた取り組みその主なものについて次の3つの視点から紹介をしたいと思いますまず1つ目の基幹施設の再構築についてでございます 先ほどこれまでの歴史の中で説明いたしましたように東京水道は高度経済成長期の水道需要の急増に対応するために短期間に集中して水道施設を整備しまた拡張してまいりました特に浄水場は1960年代後半から1970年代にかけて整備をしたものが多く 全体の約7割にあたる施設がこの時期に建設したものとなっております。これらの施設は老朽化が進んできておりまして、耐用年数を法律に基づく60年といたしますと、左の図のように2020年代以降、一斉に更新時期を迎える見込みとなっております。このため、右の図にありますように、 アセットマネジメントを活用して、施設を長寿命化して、更新事業量を平準化していくこととしております。また、水道需要は人口の増減の影響を強く受けますが、東京の人口は今後人、減少していくことが見込まれております。 青い線が日本の総人口でございますが、2008年に1億2800万人とピークに達して以降、すでに減少局面に入っております、えー。緑の線が東京の総人口でございますが、えー まだ緩やか現在、まだ緩やかに増加はしておりますが、えー、予測によりますと、2025年には約1400万人でピークを迎えて、以後、減少する予測でございます。えー、今後は人口の減少に合わせて、施設の規模も縮小していくこととなります。また、期間、官僚、 についても再構築を進めております。導水施設や送水管の中には、運用を停止して、更新工事を行うことができない箇所がございます。また、事故などで運用できない場合には、浄水場が停止,停止をして、断水に直結をしたり、また各地区へ給水する給水所への 十分ななな水が確保できなくなる可能性もございますこのため、導水施設の二重化や、送水管の二重化、そしてネットワーク化を図って、バックアップ機能の確保を進めております。次に2つ目の、さまざまな災害への備えについて説明をいたします。災害害には地震や水害 さまざまありますが近年は地震によりまして毎年のように全国各地で甚大な水道施設の被害が発生しておりますまた首都直下型地震の切迫性も指摘されておりますので特に地震対策が重要となっておりますそこで地震発生時の断水被害を軽減するために排水管の耐震継手管への 取りり替えを推進しております左の赤く示した非耐震継手管でございますが、地震のときに抜け出しやすい従来の管でございます。右の青く示した耐震継手管でございますが、管の継手部で地震による変異を吸収するとともに、 管の抜け出しをを防止する機能を備えた構造となっておりますまた、効果的にこの耐震継手化を進めるために、右の図のように、救急医療機関や避難所などの重要施設への供給ルートを優先的に実施しております。 地震のときには広範囲な停電も想定されます大規模な停電時におきましても電力を確保できるように自家用発電設備の新設や増強を実施しておりますこの自家用発電設備は都市,ガス都市ガスまたは貯蔵燃料によって運転をいたします規模でございますが浄水場では施設能力を 100発揮でできるような規模で整備を進めておりますまた、各地区へ給水する給水場におきましては、平常時と同様の能力を発揮できるような規模として、整備を進めております。地震以外にも、集中豪雨による浸水対策も重要でございます。 近年、気候変動の影響を受けまして集中豪雨による災害が全国で頻発をしておりますこのため洪水被害が生じる恐れのある施設については設備のかさ上げや出入り口などへの止水石または防水扉などの設置を進めてきております。東京東京部の 定地で対象となる施設につきましては、これらの設備を設置済みでございますが、今後は近年の大変甚大な豪雨被害も踏まえまして、他の地区も含めて対策を検討してまいります。えー、最後に3つ目のエネルギーの効率化について説明をいたします。 東京水道の年間の電,力電気使用量は、都内での総電力使用量の約1%を占めております。エネルギーを大量に使用する事業者といたしまして、エネルギーの効率化を着実に進めていく責務がございます。そのため 再生エネルギーの活用を積極的に進めているところでございます。これまで右上の写真のように、浄水場のろ過地の覆いや、排水池の上部などに太陽光発電設備を設置してまいりました。また、右下の図のように、給水場などにおきまして、小水力発電設備を整備してきてまいりました。 えー、左のグラフにありますように、これらの再生エネルギーの活用実績は着実に増加をしてきております。また、省エネルギー危機,器の機器も積極的に採用をいたしまして、温室効果ガスの排出量を抑制してきております。これはその一例でございますが インバータ制御によるポンプ運転は従来の液体抵抗方式と比較をしてエネルギー損失が少なくある現場では平均で約19%の省エネルギー効果がございました今後もポンプの運転状況に応じて このインバータ方式を順次導入していきますしまたその他のエネルギー危機器も場所エネルギー危機器もさまざまな現場で積極的に導入をしていきます以上今後の主な取り組みといたしまして大きく3つを取り上げました東京水道は冒頭お話し,しましたように120年の歴史を持ちますがその中で培ってきた 経験や技術力を生かしまして、災害や気候変動、そして社会変化によります、さまざまなリスクに対応してまいります、そして首都東京を支える強じんで,で持続可能な水道を実現すべく努めてまいります。ごご清聴ありがとうございました Thank you, Dr. Tamura, uh, for the excellent uh, presentation. I hope uh, we understand the history and the next step of the water supply in Tokyo Waters. And uh, I hope you, most of you or all of you, understand that uh, in Japan, that uh, water supply and wastewater side is a different role and a different ministry in the uh, government side. So the, now. Uh,

私からはです、ね、東京の下水道システムの歩みと、現在抱える新たな課題の解決に向けた取り組みについて、ですねご紹介させていただきたいと思います。えっと、本日は、ですね、えーまあ、3つの構成でご説明させていただきます。一つは、東京下水道の概要、それから100%、汚水含セ100%前のですね、 状況、それから汚水普及100%後の状況とこの三点を中心にご説明させていただきます。まず東京下水道の概要でございます。 えー、田村議員官のお話とダブルとこもございますけれども、えー、東京はです、ねえー、中間人口で、えー、約1300万人を超える人口あ、失礼しました、夜間人口で,です、ねえー、中間でもで、ね、1200万人の方が都内で働いているという、まあ、大きなあのメガシティということになります。で下水道につききましてはです、ね、大きく、えー、東京の 23区、まあ、3区といいますけれども、まあ、実際にはあの市と思っていただいて結構だと思いますけれども、それから西側の多摩エリアというふうに2つに大きく分かれております。23区につきましては、東京都が公共下水道として一体的に大都市行政ということで、下水道を整備しております。多摩地域につきましては、公共下水道は各市、それから下水道は累計下水道方式といいまして、 感染、えー、下水道感染と処理場を、えー、整備、管理、運営しているという仕組みになっております。えー、これが、えー、現在のわれわれのストックでございますけれども、23区はです、ね、10の、えー、処理区に分かれておりまして、管区延長は約1万6千キロ。 これはあの東京都市道に往復,往復する距離に相当いたします。えー、それから、えー、水再生センターですね、水再生センターは13箇所ございまして、1日当たり450万立方メートルの汚水を処理しております。まあ、これはあのオリンピックの競泳プールですかね、に換算しますと、1200杯分という形になります。それから、まあ、東,京都東京はです、ね、あの非常に低地、えー、川の洗浄地、それから江戸時代の埋め立て地で発展したという経緯がございます。 ございますので非常に定置が多いということご,ございまして、特にこちらがですねこちらが取り委員海部でございますけれども、えー、ポンプ所ポンピングステーションが84か所を管理してございます。であの、東京で下水道の歴史を振り返るときにです、ね、大きく3つのフェーズに分けてご説明させていただきたいと思います。えー、一つはですね、えー 1995年、この年がですね、おおむね汚水100%普及、外成という形になります。それ以前を大きく2つに分けまして、下水道の整備に着手した時代。 それから下水道整備が飛躍的に進んだ時代と、まあ、この3つに分けてご説明させていただきたいと思います。特に下水道整備が飛躍的に進んだ時代というのは、前回の東京オリンピックですね、この前後が高度成長時代と、高度成長期と日本に言われております、ここから飛躍的に整備されたということで、この3つのフェーズについてご説明させていただきたいと思います。 まず第一フェーズでございますけれども、これがまさしく東京下水道の行使と言っていいかもしれません。第一下,下水道はですね、非常にです、ね、伝染病ですね、特にコレラがです、ね、1980年代に発生したと。こ、まあ、これれヨーロッパでもこれらが えことで、下水道整備が進んだということは同じような状況かと思いますが、東京ではですね、1880年代に、この10年前後で,で、こ,これらに罹患した方が75万人ぐらいいるというあの統計も残っております。まあ、そういったことがございまして、下水道整備をしっかりやっていかなければならないという機運が高まったということでございます。これはあの当時の風俗画でございますけれども、これ、外用なんですかね、外従なんですかね、えー、それに向かってです、ねまあ、消毒液をかけていると。 まこんなあの風景画がですね、当時はあのかなりあの出回ったというふうに聞いております。まあ、こういったこともありまして、まず1884年にですね、神田下水と言いまして、まあまこれ煉瓦作りですけれども、神田下水の整備に着手したということでございます。でさらに東京のもう一つの特徴ですけれども、先ほど申し上げましたように、非常に低地が多いということで。 えー、衛生的な問題とです、ねえー、このような浸水がです、ね、各地で起こっていたというような状況でございます。まあえー、この2点をです、ね、早期に解決しなければいけないということで、まあ、東京の下水道はこの時から合流式下水道ということで整備が始まったというものでございます。えー、1908年にです、ね、東京市下水道設計と、まあ、これはその時の図面でございますけれども、まあ、この色分けをしてですね、 今の浅草あたりですかね、ああ,あいったところからですね整備を進めていった、あまあ、それも神大月にもそうですねあの、あの近辺にございますけれども、はい、そういうところから整備が始まったという歴史でございます。 第2フェーズでございますけれども、先ほど申しましたように、1964年の東京オリンピック、前回の東京オリンピック、でこの前後から行動成長が始まります。行動成長が始まることによってです、ね、東京に人口や産業が集積するという形になります。そういう状況になりましてです、ね、非常に環境問題がですね、弱気された問題になってきたというものでございます。 これがその当時の状況でございますけれども、河川がですね、このようにドブ川のようになっております。まあ、こんな状況を改善しなければいけないということで、国の方ではですね、1970年ですか、下水道法を改正いたしまして、下水道法の役割の一つにですね、 公共水域の水質改善ということを位置づけて、下水道整備を汚水の排除ということだけではなくて、ですね、公共水域もきれいにしていくんだということで、下水道事業が加速していったということでございます。ししかかも、も、えー、すみません。この、 この時代はですね、そういった法改正とともにですね、国の方でですね、財源ですね、財源の充実を図っていただいたということもございまして、地方自治,の地方自治体のです、ね、下水道整備が、特に東京はです、ね、飛躍的に進んでいったということでございます。 それであのいろいろな整備をすると、あの先ほどあのスピーカーの方も何人かお,おっしゃっておりましたけれども、ハード整備をするのは非常に大事なことですけれども、それをいかにあの使っていくか。 賢く使っていくかということが非常に重要だと思います。えー、日本の下水道はですね、そこのところをうまくあの国、自治体がですね、コントロールしてやってきたんではないかなというふうに思います。その点を若干紹介させていただきたいと思います。これはあの、下水道法のですね、えー、条文でございます、えー。ちょっと私この英語はなかなかわからないんです。すみません。日本語の方を見させていただきますけれども。えーまあ、公共下水道がですね、えー 整備されますと、供用開始という手続きを行うということが、下水道法の9条で定められております。この供用開始の告示がなされますとです、ね、10条では、まあ、個々のご家庭とか、あの排水を流す方を、ね、公共下水道につなげなければいけないよと、まあ、そういう義務規定が10条に設けられております。それから、十一条の方ではですね、11条の3ではです、ね、さらに3年以内に水洗便所を改善,改善しなさい。 ただです、ね、経済的な理由で改善できない方はです、ね、助成制度も設けますよというようなものが11条の参考でございます。それから12条になりますとです、ね、悪質な下水ですね。 えー、公共下水道の施設を妨げる、あるいは処理施設を妨げるような、えー、水が入っている、汚水が入ってくるような場合には、ですねそれを除去するために必要な除外施設を排出者が設けなければいけないという規定も設けられています。ます、あ。こういったことで、えー、公共下水道の施設を守っていくというような規定も設けられているところでございます。それからら条の2はでですすねねさらに厳しくてです、ね 排水ですね、工場や事業所からの排水が流、えー、入基準に該当しない場合にはです、ねえー、下水道に排除してはならないと、まあ、そういったあの規定も設けられたところでございます。また、こういった法律を、下水道法を踏まえましてです、ね、東京自治体でもです、ね、条例を整備いたしまして、先ほどかお話がありましたけれども、維持管理に必要な使用量の徴収をしっかりやっできるシステム。 あるいはです、ね、使用料の認定、それから料金体系、先ほどもありましたけれども、自治体としてもです、ね、料金の減免措置などを行いましてです、ね、まあ、厳しく指導するところは指導する、それから接続しやすいようにする助成制度、まあ、こういった両面からです、ね、条例も設けましてですね、 下水道整備を進めて、えー、しっかりあのシステムを維持してきたというところでございます。まあ、こうした中でもです、ねえー、国からの財政支援の充実というものもございまして、下水道整備が飛躍的に進んだというところでございます。えー、とこれはあの別の工夫なんですが、えー これはあ川なんですね。えーまあ、ご覧のように、ドブ川のようになっているんですが、下水道整備の前はですね、実はこの川にですね、もう管がつながって、ご家庭の排水とかがですね、川に流れていたと。えー、そういう状況がございましたので、えー、川がドブ川のようになってしまったという状況です。えー、こういった中でですね、下水道整備をあの急いでいかなければいけないという一つの工夫でございますけれども、えーこれ、これを下水道の幹線として使ってしまおう、川を下,線下水道幹線として使ってしまおうということで、 まあ中をきれいにしてですね、その上を、えー、蓋をかけて道路としてあるいはあの上部をあの遊歩道とか公園として使うと、まあこういうした取り組みを行いましてですね、水道整備をあの促進したというものでございます。えー、次がですね、えー、まあこういった整備がございまして100% えー、温水復旧100%ということに結びつくわけですけれども、隅、えー、田川、先ほども申し上げたかもしれませんが、隅、まあ、田川はです、ね、東京の停止帯が流れる東京の代表的な川で、えーえー、高度経済,経済成長前はです、ね、まあ、そこで泳いでいる方もたくさんいたというような、まあ、きれいな川だったわけでございます。 それが先ほど、シノかというような川になってしまったわけですけれども、下水道整備を着実に進めた結果、b o d のこれが水位でございますけれども、現在で2.8ぐらいですかね、2.7とか2.8ぐらいの b o d になっておりますけれども、1978年ですか、1978年には隅田川も水質が改善したということで、早計レガッタ、あるいは隅田川の花火大会がですね復活したというものでございます。 ええ、こういった経緯、すみません、1978年ですね、これは。でこういった経緯を踏まえまして、1995年には念願のおじいの普及100%が達成したというものでございます。え次に、この100%以降の今、東京下水道が抱える課題でございます。 1、えー、一つは、ですね、えー、皆さんご存じのように、あのこれあの、グローバルだと思うんですが、えー、日本だけではないと思うんですけれども、非常にあの雨の降り方が急激になってきたと、えーまあ、あの東京下水道も浸水対策も進めなければいけないということで、スタートしたわけですけれども、最近ではその当時と比べると、ものすごい雨の量になっているということでございます。えー 例えばですね、1970年の後半から85年、これはあの東京都の雨量50ミリですね、50ミリ降雨を示したものですけれども、確率年でいくと3年ですけれども、これがですね、2000年代、2000年の10年代になりますと、ですね50ミリを超える雨がですね40%も増加していると。 ようなな状況になっております、えー、こういう状況ですので、非常に、えーまあ、河川もあ,の、えー、あふれるような状況になるとか、えー、内水ですね、下水道の方も、えー、下水管に使用し,しきれずにです、ね、こういったこれは地下鉄ですかね、えー、そうですね、サウェイですね、地下鉄の中にです、ねえー、雨水が入ってしまってです、ね、浸水を起こしていると、まあ、地下鉄の機能も損なってしまったという状況です。 えー、そして、まあ、こういった取り組みをです、ね、どう解決していくかということでございますけれども、なかなかあの水整備一、一朝一夕にいきませんので、えー、工夫をしてやっているところです。えー、一つはです、ね、まあ、東京都全体では先ほど言いましたように、えー、確率年3分の1で50ミリ対応というのをまだまだ進めているところでございますけれども、えーまあ、それもですべ、ねえー、ての東京全域がです、ね、浸水するわけではございませんので、 水が集まりやすい低地であるとかです、ねえー、くぼ地、えー、あるいはかつてかあの河川であったようなところですね、こういったところを重点的にです、ね、整備して、えー、効率的に進めているというところでございます、あるいはですね、えー、整備の仕方としてはです、ね、例えばあの新たな貯留してバイパス管を作るというであるとかですね。 一時的に雨をためる貯留施設を作るとかですね、そういったことを進めて、ですね効率的にやっているところでございます。また、ですね今、75ミリが基本でございますけれども、昨今の雨の降り方は非常に強くなっているというところもございまして。 例えばあの皆さんお使いになる地下街ですね、地下鉄とか、今、地下が非常に有効利用されています、東京が、そういったところで浸水が起きると大きな被害が起きますので、地下街等につきましてはです、ね、レベルをアップしまして。 えー、20分の1の確率で,です、ね、75ミリ対策を進めております、えー、またあのソフト的な対策としてはです、ねえー、東京・安倍氏という抗雨状況をリアルタイムで、えー、都民の皆様にお伝えするシステムを作って、えー、ソフト対策の一助、ねえー、にしていただいているというところでございますそれからもう一点、えー、水質の問題です。えー 先ほど BOD2.5 とか申しましたけれども、東京は最初の地図にございましたけれども、東京湾という閉鎖性水域を抱えております。ここでやはり夏場になるとです、ね、赤潮が発生するというような状況がございます。まあ、赤潮の発生をです、ね、抑えるために、地素リンの削減と。 いうものが課題になっておりますので、高度処理をですね、窒素リンを削減する高度処理の取り組みを永続的に進めているというものでございます。それからもう一点は、です下、ね、水道システムあの、先ほど田村議員からもお話ありましたけれども、下水もですね非常にエネルギーを必要とするというところでございます。水道と同じようにでですすねね電気はです、ね、東京の 使用電気量のです、ね、やはり1%消費しております。そういったこともございますので、エネルギー使用の削減、それからエネルギー使用に伴う温室効果ガスですね。 これも非常に多く排出するというところでございます。こちらのグラフをご覧いただきますとです、ね、東京下水道はです、ね、東京都の活動ですね、東京都が行っている事務活動ですね、事務事業活動の中での割合が35%ということで、まあ、不名誉といったらいいんですかね、一番の排出量になっているという状況でございます。こういった課題に対してです、ね エネルギーを削減しましょう、温室効果ガスを削減しましょうということで、まあ、スマートプラン、えー、2014、アースプラン、えー、2017というような、えー、計画を作りましてです、ね、エネルギーにつきましては、えー、10年後ですね、2015年までに20%以上削減しようと、それから温室効果ガスにつきましては、2000年比で2030年度までに30%を削減しようというような計画を作りまして、えー この達成に向けて今取り組んででいいるところでございます、まあ、太陽光の話はあの水道さんの方からございましたけれども、えー、ここ一例ですけれども、あのこれは東京は汚泥は焼却処分しております、原料化ということで焼却処分して,しております。えー、大体 800, だから800度から850度ぐらいでこを燃焼させますので、この熱をです、ね、回収しまして、発電機で発電してです、ね、この発電した電力をまた、えー この焼却炉に返してあげようというような取り組みを行いましてです、ねえー、エネルギーを削減していこうというふうに考えています。えー、これはもうあの現在あのもうあの、センターに導入しているところでございます。さらにです、ね、この800度とか850度とか、えー、高熱、高温ではない、あのもっと低い温度もです、ねえー、回収してです、ね、それもあの発電に使っていこうというふうに考えています。まあ、最近あのその このジェネレーターですが発電機が非常にあの効率化されているということもあるようですので、そういったあの低温のですね熱も回収して発電に役立てていこうというような取り組みも行っております。でもう一点はですね、えー、老朽化の問題です。やはり、えー、これ水道と同じですけれども高度成長期に水道もですねこのような山でこれが環境の整備。 単年度の整備延長になりますけれども、えー、相当なあの量で整備しました、でこれが1995年ですか、あの普及100%の前の整備になりますけれども、えー、その時にこのように、えー、まあ山が2つあるという状況ですね。 整備状況はこのようになっています、まあ、現在、耐用、まあえー、年数の捉え方はいろいろございますけれども、仮に法定耐用年数の50年ということであれば、ですね今、1800キロ、先ほど1万6000キロと言いましたけれども、全体、そのうちの1800キロが耐用、えー、年数を超えていると、えー、今後20年間では、ですね8900キロが耐用年数50年を超えるということで、半分以上がですね、 耐えの数を超えてしまうという状況でございますので、今からです、ね、計画的にです、ね、更新事業を進めていかなければいけない、再構築事業を進めていかなければいけないという状況でございます。 でえー、どのように進めているかといいますと、えー、アセットマネジメント資を活用いたしましてです、ねえー、整備時期を3つに分けて、えー、なるべく事業を平均化するというような取り組み、それから下、ねえー、水道、非常に断面が大きい、それから水道に比べまして自然流下というところもございます。なかなかこう,こういう大きい断面をです、ね、作り変えると、掘り返して作り変えることはできませんので、えー、これは、寛、え、容、ー、の中から皇室、ねえー、の塩化ビニール管を巻きつけてです、ね、その間に、えー 強度のあるモルタルを詰めてです、ね、新幹と同等の強度、それから、外ケー数も分かりますので、新幹と同等の強度、同等の流量を確保するというような取り組みを行っています。さらに中のモルタルですね、モルタル等の強度を上げることによって、地震対策ですね、L2 対応にも可能な、これは技術でございます。まあ、こういった技術を使って効率的に進めているところでございます。 えー、結論になりますけれども、えー、私があのこの下水道に携わってです、ねえー、思ったことなんですけれどもあの、施設整備、これ、非常に大事なことですね、やっぱり整備をしなければ、えー、一般の方は下水道にアクセスできないわけですから、ただ整備するためには、やはりその、さっき、ファイナンシャルですね、ファイナンスの問題、それからやっぱり人材をいないとこれできないと思いますね。 作るときもそうですし、維持管理するときもそうですし、あるいはあの問題があるったときの技術開発ですね。こういったことはやっぱり官と民が共同してやっていかなければいけない。官と民三ですね。協働してやっていかないといけないということで人材の育成も大事だと思います。それからですね、先ほどの繰り返しになりますけれども、作っただけではなくて、やはりそれを永続的にですね。 維持していくこのシステムを維持していくというためにはです、ね、やはり料金をしっかり徴収する仕組みを作る、それから接続もしっかりやってもらわなきゃいけないと。 それから工場とかですね、そういったところに対して悪質下水を流してはいけないよというような仕組みを作っていくと、まあ、こういった施設置整備とです、ね、やはり法体系といいますか、下水のシステムを維持していく仕組みとか制度ですね、これが一体となって初めて、この下水 膨大ならですね、下水道システムが維持できてい,くいけるんではないかなというふうに考えております。まあ、これ、私がこうしゃべっておりますけれども、これはですね、ここにいらっしゃる先輩の方々がですね、努力されて、こういう制度もしっかり作られて、それが今日の下水道整備に結びついているというふうに私は感じているところでございます。をし東京下水道をし 発展させていきたいというふうに考えてございます以上です